というわけでですね、今日ここにお住まいいただいたのは、いじめは人事じゃない。ちゃんと、できました。自分や仲間を守るために。そんなに嬉しくないの？嬉しくないの？イエーイ！俺だけじゃなかったね。手当たり、そして、一時に、そして、みんな笑顔。すいません、歌詞そんなの難しくないんで、歌いますわ、僕歌その中でルールを守るということが良い理由にしかせません。皆さんも、そしてレフレーの選手にそれを遊べることが大事です。笑顔で過ごせる瞬間を実現させましょう。Thank you.
ください。慣れてください。もうこれは体に覚えてください。はい、お願いします。ここからやりましょう。はい。ここだけしっかり覚えて一緒に歌って盛り上げていきましょう。